ずーす。はい、ということで見てください、久しぶりのアクセルユニ。おう、かっこよくない？かっこいいです。今日は何出るんですか？習志野駅伝で優勝を狙ってみた。それは無理か。レベル高いから、ね、レベル高いな。リアルにさ、入賞狙ってみたのと、ね、我々の目標は入賞ですからということで、僕と TKD が駅伝に出るんですけども、3キロ走っていきたいと思います、うん、3キロを5人で、そうですね、走りリレーすると、1区だけ3キロで、2から5は実は 2.8 キロなんですけど、その様子をね、届けられたらな、はい、で、なんと今回が3年ぶりの開催、20年ぶり、2020以来なので、見どころは、まあ僕と武田の、まあ、タイム、前回大会は超えたい。前回 YOSHIKI さんが手元で9分33とか3とか、まあ、前半だったんだよね。僕が 2.8 キロで10分59とか、そこをねクリアしていきたいなと思います、はい、まあ、あと大西ロケット入ってきたって感じですね、はい、アクセルのいろんなメンバーいるんですけど、まあ、今日なんとね服着てます。おかえり、あ、やっほー。これやるためだけに来たの？あ、そうです。だから全泊して、いや、終わったらすぐ帰ります。仕事なんで帰ります。マジで8キロのために？エグいな。アクセルのプロだわ。アクセルさ、 A と B チームあって、僕らがさ、大西さんとは別チームじゃん。そう、僕は俺らと仲間。あ、同じ。この入賞狙って、ね、入賞ですから。そろそろね、僕がアップなんですけど、うん、公認もクソもないからね。もうあのいいんだよ、いいんだよ。そうだよね、公認だよ。何使ってもいいんだよ。ということで、プライマックス、これを使って前回大会の記録を超えていきたいと思います。楽しみだな、ちょっと。お前もちょっと楽しみでしょ。そうだね、プライマックス使って3キロ、はい、しっかりやるの。レイリーにさ、引っ張ってもらった時の3キロってさ、あれ何出したの？あれはベイパーフライ。あれはベイパーフライか。ベイパーフライ。なんかあの時はプライマ使ったら叩かれんじゃねえかなっていう、ちょっとなんか恐怖があったんだけど、この1年なんかいろいろありすぎて全然効果ない。コメント欄で何言われようが、もう怖くない。雨に濡れている。体勢ついてきた。5年目にしてやっと。だいぶだいぶね。兄ちゃんとか見てる？知らない。結構ボロクソ言われてるから。あ、そうなの？兄ちゃん、見たいわ。 MX と共に頑張っていきたいと思います、うん、はい、期待します。はい、頑張ります。俺も走るんだけど、ダッシュで行こうぜ。今日もスーズ、お前がプライネクスの、俺はアルファくらいだぜ。スーズガチなんよな、お前。ヨシキさんからもらった時も使い込みの感じだったけどさ、違う、上げてない上げてない、お前が盗んだ。ああ、そうか、間違った、語弊があったの、うん、盗んでからさらに俺も使ってるから、はいはいはい、めっちゃ汚い。行きたいと思います。相変わらずそれ汚れてもさ、左右の非対称の色かっこいいね。ちょうど3日前ぐらいにタムジョーの YouTube 見て、撮影者さんが、うん、これをルビーサファイアって表現してたの。はい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 。ヨシキ並みにつまんねえと思って。間違いないし、俺すげえ今ときめいて共感してたもん。言いそうでしょ。お前なんて言ってんっけ。駄菓子屋に売ってるラムネって言ったの。どう見ても駄菓子屋のラムネでしょ。さ、始まりそうです。習志野駅伝といえば大西団長のスタートが、スーパースタートラッシュがあるんですけど、あ、大西団長ここですね。大西団長ここ10時スタートなので10秒前、始まりました、習志野駅伝スタート。さあ、大西団長は出てこない、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 赤バンド、赤バンド、赤バンド、どれ赤バンド、あ、出てきた。赤バンド言ってる。あ、これですごいって言われる。お兄さん。でも動きいいぞ。お兄さん動きいい。さあ、お兄さん長が行って、その後ろから。よし、聞いた、いた。いい感じ、いい感じ。さあ、頑張れ、みんな頑張れ。さあ、1区スタートしました、頑張れ。さあ、1位のチームが帰ってきました。ここでよしきの姿が、来た、これか。よしき来た。頑張れ。ビルドアップ、ビルドアップ。頑張れ、よしき。いいぞ。よしきラスト。あ、待って。いいぞ、よしき。頑張れ、よしき。いいぞ、いい感じ。よしき、ラスト。いけ、ラスト。38、39、40、早い、いい感じ。OK、さあ、よしきは9分40ぐらいで渡した後、大西団長は、はい、あ、来た。来た。さあ、お兄さん、行きました。
爆走したらしい。帰ってきた。動きいい、動きはいい、動きはいいです。お兄さんラスト。さあお兄さん来ました、ラスト。さあお兄さんタイムどんぐらいだ。10分半。おお早い早い。10分半ぐらいで僕たちの仕事は約1分差ぐらいでですね。はい、お疲れ様でした。ダッシュで行こうぜ。お疲れ様。全然うまい。去年より15秒ぐらい遅い。でもなんか疲れてないね。あのね、マラソン練習やりすぎてて全然出せない。あ、ほんと。でもあの打ち上がれない。ゴールはできなかった。できないね。ほんとに全力なんだよ。全力なんだけど笑顔でゴールできちゃう。まあいいんじゃないですか。まあまあ普通にでも楽しかった。ああよかったよかった。次頼んだ。お疲れ様で、任せてくれ。お兄さんお疲れ様です。1キロどんぐらいで行きました。1キロのペースわかんないけど、最初の多分500までは2分42ペース、はい、吉井大和ペースだ。吉井大和すげえ。ここですげえ。いや10分4分ぐらいか。短距離選手で3キロ10分4じゃいけないっすよ。すごいすごい。シエさんどうどうすか状態は。ないからそんなの。長距離に関してはないから、そんなもの。楽しんでた方がいい、うん、楽しみながらも冷静に3分50秒遅い。ああいいね。俺は冷静になりすぎてタイムめっちゃ遅かった。超楽そうと思ったよ。いやもうね、もう全然。お願いします。頑張ります。はい、プクープクー。マグツは開いた。バラシだけ。え、こんな差開いた。プクー、あいつ太ったな。体重っ。ソーシぐらいデブやん。ブクー、いくさん、お疲れ。11分10。おー早い。きつかったっす。ありがとうございました。これ何の選手。歩道競歩絶対いいよ。知ってる。全国で200キロ。おかげもない。ちょっと太ったね。ソーシさんといいバトル。多分だけど4分切るぐらい。あ、すごい。ソーシと同じぐらい。ソーシはこれで5キロいくか。やばいかもしれない。ちょっとソーシさん目標で。お疲れ様でした。 ありがとうございました。ダッシュで行こうぜ。アクセル A チーム来ました。長嶋さんラスト。僕らのアクセル B チームが詰めてくるか。まだオッシーが見えない。さあオッシー来た。オッシー、オッシー今40秒。40秒差。ここからあと武田がどんだけ詰められるかっていうところで。前が今41分57。やわらさんファイトー。今周平さんの前のオッシーが来ましたね。今42分20。前との差30ちょい。今よし、前との差50。周平さん前と50。前と50秒。もうちょいやるな。よし、スタート行きました。はい、ということで、まあ、武田の途中の走りを今取りにポジションに向かっているところなんですけど、改めて僕の1区の感想、1キロが3分11、2キロ3分22で、ラスト3分15とか9分45かな。ちょっとね、本当にマラソン練習しすぎてちょっと出し切れなかったっていうところですね。本当に、まあでも駅伝ちょっと楽しみすぎた感もあるな。普通に楽しかった。普通に。お。やべやべ。山ちゃん、頑張れー。さあ、こっから武田が何秒差で来るか。シュエ。シュエさん来ました。シュエさん30秒差。30秒差。追いつく追いつく追いつく、いける。落ち着きます落ち着き。うん、落ち着き。頑張れ。2キロ地点で待ってます。アクセル A チームが今来ました。秒差を測りましょう。山ちゃん、山ちゃん、山ちゃん、ラストだよ。ラスト1キロ。 TKG 後ろから来てるよ。30秒差。あー、ちょっと離れたね。今30秒経ちました。まだ TKD の姿が現れません。さあ TKD 来ました。今50秒、約1分差か。ここ通過するときにちょうど1分差ぐらい。それでは1分差。頑張れ。あと800ぐらい。もう1キロ切ってるよ。はい、動いてる動いてる。
じゃあ、ゴールで待ってます。前のチームですね、周平さんの前。矢浦さん。出ます、出ます。まだ周平さんの姿見えません。ラスト200。来た来た来た。だいたい前に矢浦さん来て、1分後ぐらい、1分後ぐらい。これだか言われております。ラスト1周、ラスト1周。ちょっとね、ゴール地点の方移動します。僕らのチームが負けそうです。ゴールはもうすぐそこ。そまだ TKB の姿は現れない。こうちゃんゴール。そして TKB が今この1チームがゴールしたところでここで現れました。マラソン練習を含め長距離走が得意になったような走り方になってますね。このなんだろうな、この垂れた感じがない、しっかり長距離を最後まで走り切る走りができてると思います。フォーム綺麗だな、普通に綺麗。レーザー、レーザー開いた、綺麗だよフォーム。さあ最後、最後どうゴールするの。おい負けてんだお前は。負けてんだよな、勝ったみたいになってるけど。ダッシュで行こうぜ。お疲れ様。カメラもプープだな今ね。お前ゴールタイム11分10だな。1分10。なんか勝ち残った顔してる。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。お疲れ様でした。3キロは嫌だよ。嫌だしきついよ。でもやっぱみんなで勝った負けたすの楽しかった。楽しかった。負けて悔しいけど、さあ結構開いてて、来た時、ほっとした。責任逃れてきた。久しぶりにチーム戦のあれを感じた。責任をほっとして。まあでもそんなことよりね、3分55、6なんですよ、僕のアベレージが。ゆうきこれで42キロいくんでしょ。お前すげえよ。お前すげえ。まあ、吉木さんのリスペクトがやっぱ今日一段と高まったのと、総志の5キロすげえ。あ、確かにすごい。確かに、だってこれで総志は、いやほぼ一緒よ。これで5キロいってるわけでしょ。無理だ。そうだよね。長距離選手へのリスペクトが高まった回でした。これは最近舐めてたんだよ。あれやキロ6いけるなってなって、5分も多分いけるなみたいな。手前に上がってるか分かんないけどさ、フルマラソンの予想タイムもまあまあそうだよねみたいな、出るっしょ出るっしょみたいないう感じのタイムだから、舐めてたんですよ。長距離簡単じゃねえか。そう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 、もちろんきつさもあるけど、地味にこう耐えてればいけるなって思ったんだけど。以上。